11分、草津の藤井にイエロー、まあ、一番毎試合気をつけている時間帯での、はい、失点ではありましたけどもね。そして PK を獲得したロアッソが藤田のゴールで1点を先制しました。これで1対0。今度は草津、前半の30分左サイドを突破した小池のクロス、これがポストに弾かれ、その後高田もフォローしたんですがキーパーにブロックされました。そして32分、徳良が強引に放ちます。まあ、この辺りで1点取っていればという場面でありましたけども、はい、そして山内が積極的に自分で突破してシュートまで行ってやろうというようなその気持ちが見事にボールに乗り移りました。前半を終わって2対0、2点リードで迎えたロアッソ熊本。後半も立ち上がりの2分、山内が抜け出して見事にゴール。さあ一方の草津ですが、右サイドで起点を作って広山から徳良のヘディング、ここは惜しくも枠に行きませんでした。そして13分、ここはよく粘ってラストパス、キーパー本田も一度は弾いたんですが石井が詰めて4点目。そして草津は山崎のこの豪快なロングシュートありました。バーに弾かれました。少し不運もありました。そしてここもタイミングはバッチリだったんですけどね。そうですね、フォワードとしては決めてほしかった場面ですけども、さらに熊本の猛攻は続いて途中出場の木島からのラストパスに西、2試合連続弾。さらにはディフェンスラインからのロングボールに山内が粘って粘って狭い方に決めていきました。まあ、センターバック2人を相手にしているわけですからね、はい、まあ、最後思い切りですけども、山内がこのゴールでハットトリック。最後は見事なパス連携から徳良、シュートは左に外れて長い笛が鳴りました。長野県松本市で行われましたアルウィンで行われました今節、熊本が6対0草津を破っています。では今後の両チームの対戦を確認していきましょう。まずはザスパ草津です。次節は東京ヴェルディ